チャオス、どうもボルターです。今回はこちらですね。ただいま降臨中のデリエリに、面白いパーティーで行きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。あ、またさっきまあいいだろう。今回はゲストに弟にちょっと協力してもらって、ちょっとやりたいパーティーがありますので、レッツゴー。ちょっと私が数を持っていないものでちょっと弟に協力してもらって、弟がこいつを3体持っておりますので、メディアス艦隊で1点お借りしてちょっと遊ぼうかなということで、よろしくお願いします。絶対これやばい説をありがとうございます。行きましょう、レッツゴー。これ多分ぬるげーやな。これはもうねえねえ、適当できますよね。こんなもうガチガチですか。みーこそカセやけど、みーこそカセやけど。いきます。おー、溶ける、やりますね。お出すいっすよね。受信感って結構良くなったからさ、性能ね、ほらこんな感じ。皆さん調べてると思うんですけど、皆さん知ってると思いますけれども、性能は強くても PS はないでございますので、よろしくお願いします。ただのエンジョイズなので、ただのエンジョイズなので、よろしくお願いします。あと遊ぶ、ここ結構か。俺初回降臨ちょっと行けなかったんで、今回の降臨で行ってるんですけど、全然、ね、難しくなかったです。降臨、4体編成か、あれも、まあ、あれはちょっとギリギリでしたけど、まあまあ行きましたね。それいや、オダス4はやべえな。これでオダスが運気があったらもっといいっすよね。ナイス。誘惑でも結構入りますね。これ 上しか弱点は来ないのかな。あ、ぽいっす、ぽいっす。あ、どう、おっと、おっと、そんな楽高くないっていうか、楽5っすけど、1体しか持ってないで俺。弟が3体持ってっからさ、1体貸し物してもらって、艦隊で。一応、前回ガチャ引いた時かな、あの時が、バン以外が持ってたんですけど、残念ながらバンだけだったんですね、今だに。ちょっとこの後ね、ガチャも引こうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。お、飛ばしてる、ちょっといいね。ペン、お、あ、あっ、狙ったがミスった。ありがとうございます、ありがとうございます。まあな、まあな、はまんなくても友情は当てとくだけということで、ありがとうございます。あー、おーい、やりますね。あれ多分、あれパチコンする前にクリティカル出てるよな。400万弱ぐらい、300価値上げてましたね。もしかして、わあ、わあ、そういうことですよね。待って、聞こえて、ね、はい、はい、これですよ、これですよ。やべっすね、おだっちゃんの強みはこれですよ。簡単になったらどうする。あ、これも終わんじゃね。お疲れー、お疲れーのカツカレー。まあ、ぬるげっすね、さすがに。やりますね。これを、今、これで2回目、3回目か。これで3回目なんで、
あと2回は最低でもねクリアしないと。さあさあ、おう、仕事する、いいね、いいね、いいですね、最高です、ナイスナイスナイス。これワンチャンあるやな、 MS じゃなくてもいいやろ。おっと、これエスカノール艦隊やりてえな。エスカノール艦隊組めねえよな組めねえよな、笑ってよな。弟が確か2体持ってたかな。私が1体出して、おだす、おだす、あ、じゃあエスカノールでも行ってみましょう。で、ガチャかな。マルチ。エスカノール、これ身ね、トクエル食ってますけど、ほんと感じですね。って感じの妙な身ですね。このトクエルはいらねえだろ、中高と、ね。これ弟が結構引きが良くてですね。結構ダブルでいっぱいもですよ。しかも今回でほぼほぼ回収したっていうぐらい結構いいと思いますもんね。あとキングダックかな、弟が。俺がバンだけ。寝れば一応コンプっすね。ただ朝が1体しか出ないんで、4号の。あいつももうちょっと欲しいっすけど、ね、ちょっと。残念ながら当たらないちゅうことで、徳玉が1回と今2連か3連ぐらいか引けたかな、合わせて。おお、カノールさんもいいっすね、カノール強いっすよ。ミヤクソですけど、ミヤちょっとね、トクエルなんだけど、トクエルなんだけどというやつですなんじゃけどということで、ここね、艦隊行きたかったけど、ちょっと俺がエスカノール1体しか持ってないんで、俺のエスカノールの引き方やばいっすからね。まあまあ、ガチャ動画見ていただけますとね、テクが分かりますけれども、やばい引きしてるので、ね。おっ、これなんかやばそう。ブーブレーエグエグエスカノールもやべっすね。グリッグリックボール、グリックボール、グリッターボール、全然違え。にわかなのでね、本当に俺アニメ見ないからさ、にわかなので分かんないっす。わあ、強っ。スカノールもいいっすね、やっぱり。まだザベッちゃんがまだ一回も使ってないかな。あ、エリザベスですね。俺ザベッちゃんって言ってるんですけど。エリのオザベスちゃんが使ってないっすよ、まだ一回。え、今の当たらないの、今の当たらねえの。オッケー、いいっすね、いいっすね、いいっすね。これはどうなる？はい、オーケー、オーケー。助かろう。あ、カルド？おだちゃんは一番難しい。ナイスー、鉄から言ってだり、やりますね。さあボス、ラスゲー、さすがに余裕やな。さすがに余裕やな。こんなゴリゴリで言ったらさすがに負けねえか。はい、ただやっぱ強すぎるせいか、イシスはたまんねえな。強
強すぎて SS たまらないです。 OK 届く、 OK 倒せる。あと一息だ。これでワンチャン終わる可能性もありますよ。青し青し、オッケー、やります、ね、オッケー、ありがとうございます。まあ余裕やな。これ多分あのカノール読んでも多分いきますね。ちょっと私が持っておりませんので、複数体、まあ一応あと番だけで一応コンボなんであれですけど、あ仕事しねえな今回は。お、これで達成、ありがとう。あ、これだ、牧草バスかもしれんな。たぶん、たぶん。べぇ、めっちゃドロップ。ありがとうございます。さあ、どうだ？私にガチャを引くチャンスは、はい、ないですね。ご接していきます。あ、てか、調べた方が早いっすよね。エリザベス、あこっちのエリザベスも結構いるという。大丈夫かな。 OK です。はい、最後に徳玉と、2連かな引けるので、朝あと2体は欲しいかな。あと晩、まああとはうーそうっすね、まあ複数体欲しいキャラもいるので、まあ当たればラッキーかなぐらいで、まあちょっとしか引けないんで、いきます。でもこれ一回俺あの出てますからね。確定演出はナッシンからの、はい、いやお前が出るならアーサーの方がよかった。お前はちょっともいらないんすよね。まあ仕方ないです。相手のグリファン、あでもバウンディアの下回りなのか、いや上でいいや、上でいいや、どっちで引いてもどうせシングルやから。クレイス、あ来ないか、さすがに、さすがに来ないから、ウィー、関係ない、星5いらない、こいつはいらない。まさかの火ならばんだろそこは。御前さんはさすがにいらんやろということでパッチリだ。確定椅子なし、せめて朝バカ出たら暑いけど。お前は昔の星4号だからいらないって。朝行ったよ、ちょっと悲しいっすね。まさかのマスカーって、ちょっと番は当てれるかわかんないっすね。あららら、課金はできないので、はい、残念ながら当てれずということで、今回は、コラボキャラメルダス艦隊とエスカノールほぼ艦隊ということで、どこですか、デリーか、挑んでみましたので、こちらで動画を終了したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイチャー。